マスターガンズアーカーブへようこそ。本日ご紹介させていただきますのは、マスターマインドジャパンとロアガンズの久々のコラボのマスターガンズの T シャツをご紹介させていただきます。たまたまロアガンズのオンラインショップを見ていたら、マスターマインドジャパンとロアガンズの海外限定のブラックベースのプリントが白色のバージョンが出ていたので、くっそく購入いたしました。この頃、 マスターガンズの T シャツのベースっていうのは、ロアガンズのサイズに合わされていることが多いので、若干サイズが小さめになっています。自分だったら昔はサイズ2だったものが、この頃サイズ3でないとちっちゃく感じることが多かったので、すごくこの頃、このマスターガンズのサイズ感を悩んでいます。で、今回ご紹介させていただきますのは、ロア、マスターガンズのサイズ2の方をご紹介させていただこうと思います。 たまたまサイズ2の方が購入できたので、自分は運が良かったと思います。で、サイズ2の方を購入した時に即ソールドアウトになって、多分1枚しかなかったんじゃないかなと自分は考えております。それでは開封していこうと思います。こちらがその T シャツになっています。フロント。バックです。これがフロントになっています。 近くで見ていきます。やっぱりドクロの方が進化していますね。こんな感じです。そしてタグの方です。マスターマインドジャパンのロゴとロアーガンズ。ここのクロスガンがかっこいいですよね。そして商品タグになっています。こんな感じですね。 サイズ2になっています。こんな感じですね。バックプリントがこのようになっています。本当待ってましたって感じのプリントですね。自分はこれがすごく欲しかったです。で、まあ、このドクロの頭蓋骨の方が、まあ、かすれた感じでこんな感じになってて、このロアの ピストルのモチーフ。このリボルバーのところとグリップのところ。このデザインがむちゃくちゃかっこいいですね。もうこれずっと見てられますね。本当に。こんな感じです、パックプリント。自分はこれを13年前ぐらいに欲しかったんですけど、なかなかこの プリントモデルの T シャツが出てなくて、すごく、あのー、後悔、後悔というか、あのー、本当切ない気持ちになっていました。でも、こう、時が経って、今、この2020年に、この、プリントだけの T シャツが、マスターガンズで出るっていうのは、本当に、喜ばしいことですね。で、このバックプリントを見て、あのー、村上太陽さんはどのように、 思われるかなと、自分は思いながらこの、ルアーガンズとマスターガンズのシンボル、そしてマス,マスターマインドのこの、文字を見て思いますね。昔はできなかったことを今やってくれる。本当に自分の中では感動するこの T シャツです。この後ろのドクロを、ドクロと拳銃をしっかり背負っていこうと思います。 これがもう一度フリント、フロントになります。かっこいいですね。本当に。で、普通は自分はこれ着ないで保管するんですけど、このサイズ2っていうのはガンガン着ていこうと思います。えー、今度、下ろしていって、もう、毎日毎日着ていこうと思います。本当にかっこいいですね。で、サイズ3は東京の友人に、 黒、グラスビーズ、ホワイト、この3種類全部押さえてもらってます。ほんとね、あのー、ずーっと仲良くしてもらってる友人がいて、その友人が自分がマスターガンズコレクターだっていうことを知ってるので、自分が欲しい分を我慢して僕のために低価で、あのー、並んで購入してくれているので、あのー、この動画を上げさせてもらっていると同時にこう、そのか東京の友人に感謝を込めて、 俺が言いたいと思います。いつも僕のわがままを聞いてくれて、友人 M ありがとう。そしてこのマスターガンズの T シャツを今日からガンガン着ていこうと思います。本日ご紹介させていただいたのは、マスターガンズの久々のコラボの T シャツ、ブラックベースのホワイトモチーフのマスターガンズの T シャツをご紹介させていただきました。